はい、どうも、偉い店長です。今日はですね、いつもの宗教ネタとは打って変わるんですけれども、霧島聡さんというですね、容疑者、もう亡くなりましたけれども、連続企業爆破事件というので、指名手配されてた、よく見るこちらの写真があると思うんですけれども、こちらの写真のね、犯人が、死の直前にね、俺は霧島聡だと言って亡くなったという事件がありました。あのことについてですね、私もともと実は左翼活動家だった時期がありまして、いろいろね、その彼の心境とかですね、思想的背景とかもわかりますんでですね、わかりやすく解説したいと思いますので、今日はお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい。で、霧島聡さんがですね、まずなぜ連続企業爆破事件という事件を起こしたのか、背景なんですけれども、1970年代というのはね、ちょうど学生運動というのは、ざっくり言えばですね、左翼が強かった時期。で、それが終わってですね、連合赤軍事件とかでですね、左翼同士が、内ゲバというかね、味方同士で殺し合ったりしてですね、争い合ったりして、非常に左翼が一時期より弱くなってきた段階なんですよね。で、弱くなってきた左翼がどんどん先鋭化していった中のうちの一つがですね、東アジア反日武装戦線というグループでした。で、いろんなグループがあったんですけども、霧島容疑者はサソリというね、グループに属してたのかな。で、なぜそれが企業の爆破とかにつながってくるのかって話なんですけれども、左翼っていうのはいろんな、思想的背景あるんですけれども、ざっくり言えば、平等な世界っていうのを目指していると言っていいと思います。で、平等な世界というのを阻害するものというのを排除して、みんな平等で幸せな世界を作ろうというのが、革命思想なわけですね。で、そういう中でですね、なぜ三菱重工の爆発につながってくるのかという話なんですけれども、日本というのは他の国からその収奪しているという前提があるんです。いわゆる発展途上国から搾取して得たお金、あるいはその三菱重工が作っている武器で、その発展途上国の人々が苦しめられている、そういった理屈でですね、これを倒すことが革命だという、そういう思考になっているわけですね。左翼っていうのはですね、セクトとノンセクトっていう概念がありまして、セクトっていうのはですね、そのグループがちゃんとある。ね。中核派とかですね、角丸派とかですね、日本共産党とかもそうなんですけれども、グループがあって、その組織的に動くっていうのがあるんですね。一方で、その東アジア反日武装戦線っていうのは、ノンセクトって分離されるんですね。ノンセクトっていうのはセクトではない。組織ではないということなんですね。要するに、個々人の人が勝手に動くみたいな感じですね。結構聞く話によると、私もその活動家としては結構ノンセクトに分離されるのでですね、結構離脱も自由だったり、個々人やりたい人がやればいいみたいな、そういう感じではあったそうですね。で、その理論書というのがハラハラ時計という本でですね、要するにゲリラですよね。ゲリラというのは何かというと、その正規兵じゃなくて、その個別になんか攻撃を行ったりすると。そういうことですよね。ハラハラ時計と結構私、本として、思想書としてはね、結構面白い、いう本で、機会があったらぜひ、ね、皆さん読んでほしいと思うんですけれども、最終的には爆弾の作り方が書いてあってですね、爆弾作って爆破させようみたいな話になるわけですけれども、理論的指導者の一人でね、太田龍っていう人がいるんですけれども、その太田龍っていう人が休眠革命論っていうのを唱えてまして、休眠革命論っていうのは、追い詰められた民が革命の主体となるということで、アイヌとかね、アイヌの方々とかっていうのが、その、日本、大和民族に追い詰められてるから革命の主体だとかっていうふうに言って、シャクシャインヌランとかね、コシャマインヌランとかね、そういうのを参考にしてたそうです。で、北海道庁爆破事件とかね、そういうのの理論的指導者になったりもしている人なんですけれども、その代わりその強い思想的な影響があったそうです。ちなみに太田龍さんっていうのはね、最終的にはその追い詰められたゴキブリウジハエが革命の主体となるとか、もう意味わかんない方向に行っちゃって、最終的にはエコロジスト、エコテロリストみたいになって生涯を終えている方ですけれども、そういうようなその休眠革命論というのに基づいて、追い詰められている発展途上国とかね、そっちの方に立つべきだということで、日帝っていうんですけども、旧大日本帝国ですけども、要するにその支配っていうのが続いていると。そういう考えのもと、ただ単に平穏に暮らしているだけでは、その加害者である。そういう意味なわけですよね。だから、日本帝国人としては、同国にいる搾取する主体である人を、こう、倒さなければいけないと。そういうことで起こしたのが、連続企業爆破事件なわけですね。霧島容疑者ね、その後、いろんな報道でね、バーでなんか楽しみに踊ってたおじさんだとかね、そういう報道出てまして、その、ハラハラ時計とか理論書なかったみたいな話なんですけれども、普通にね、二十歳とかそこそこでやってるんで、その、あんまりその思想的に深くなったかっていうと微妙ですね。1年2年でですね、本当に革命家としてもう行っちゃうみたいなことあんまないんで、当時の大学1年生って結構多感な時期でですね、いろんなことを考えるわけですから、そういう中で、革命、確かに、休眠革命論だみたいな感じになってですね、爆破しちゃったんじゃないかというふうに思いますね。で、霧島容疑者のね、爆破した爆弾では死者は出なかったんだけれども、同じグループが爆破した爆弾では死者が大量に出ていって
被害者の方が出て、おられてですね、それでその連座というかね、同一事件として、まあ、捜査されて、ずっと逃亡したということなんですけれども、まあ、私の中ではね、逃亡生活についてはですね、かなりその、ある種の楽観性っていうのはあったと思いますね。つまりですね、なんて言うんだろう、哀れみみたいな、その、まあ、足だけ良かったなとかあると思うんですけれども、俺は革命家だったんだみたいな、ヒロイズムってですね、すごい強いんですよ。俺はすごい社会的に意味のあることをしたんだみたいなね、いう意識があると、それがどんなに世間的に悪いことであっても、まあ、あるいはその結果として自分がどれだけ苦しいことになってもですね、納得できるっていうんですかね、これってすごく危険なことなんですけれども、自分が革命の徒であるとかですね、自分が世界史の一部であるという実感っていう言い方をするんですけれども、私は世界の役に立ってるんだと。世界に必要とされてるんだ。世界を正す存在なんだみたいな価値観ってですね、どこまでも人を狂わせるんですよね。例えば、オウム真理教事件とかも結構そういうとこあると思ってまして、オウム真理教事件ってその、悪いことしてやろうというふうにやってるんじゃないんですよね。もちろんいろんな思惑があったと思うんですけれども、このままだと日本人っていうのは、その罪を重ねてしまうと。罪を重ねる前に、私がポアしてですね、こう人が悪いことしないようにしようと。そういうわけですね。これだいぶすごい思想でですね、確信犯とかって、これが正しいことだと思ってやるっていう意味なんですけれども、そういう意味では、確信犯的な部分っていうのは大きかったと思いますし、まあ、その後ね、逃亡する人生になってもですね、その人生を肯定できるぐらい、その強烈な、ヒロイズムなんですよね。なんでですね、桐島聡容疑者の人生というのはなかなかクレイジーなものであるし、その、あの人なんかその、ガンになる直前に出てきて死んだんだ、みたいな感じで、まあ、思う人が大半だと思うんですけれども、まあ、そういう思想的背景があったんだ、ということと、そういう思想があるとですね、人間って何でもできちゃうんで、まあ、強い思想っていうのは結構ね、危険な場合も多いんだ、ということをね、皆さんには覚えていただきたいというふうに思います。ということでね、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。またね、何か取り上げてほしい題材などございましたら、コメント欄よりお寄せください。バイバイ。はい。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。私はですね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、イベントバーエデングループという店を経営しておりまして、一日店長ができるバーをね、全国に展開しております。普通のバーでは話しにくいですね、政治、宗教、まあ、野球とかね、野球はわかりませんけれども、まあ、そういった話をできるバーとして全国に展開しておりますので、興味のある方はぜひいらっしゃってください。一日店長も随時募集中ですので、ぜひこちらもご応募ください。また、エラテンチャンネルではゲスト出演していただける方を探しております。まあ、現在宗教に入っている、前入っていた、まあ、あるいはね、宗教に類似する団体に入っていた、まあ、そういった体験談を喋りたい方、幹部の方でもありがたいと思います。まあ、そういった体験談をお話しいただける方、ぜひね、エラテンチャンネルに行きたいという方はご連絡ください。もちろん顔出しなしでも構いませんので、その旨お伝えいただければと思います。下にね、次回の撮影日程と応募フォームですね、を置いておきますので、そちらよりご覧ください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバーイ。